うまいこと言ったね、これ。あんたまさい先生が一言喋っていただいて、おめでとうございます、あんたに。おめでとうございます。出させていただいて本当にありがたいです。どうもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お引っ越しをされたというんでね、なんかもう年末のお忙しい時にね、クリスマスの時にそうです、ね、もう本当にまあね、素晴らしいところにね。鉄師からも一言、先ほど名古屋じゃない、ガクラザイにして鉄師です。今年の抱負を、はい、はい、私事ですが夫がタイに赴任しておりましてもう2年会っておりませんで、会えた時にえっと言われないようになんとか現状維持いろいろ塗りたくってなんとか慣れて言われないようにしたいと思います。で、夏目座もせっかく生まれた夏目座ですのでみんなで育てていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします、はい。いつも綺麗だけどね、あると思いますけど、まあね、まあ、俺が言うのは変な話ですけど、まあ、親な感じですかね、お父さんの感じですからね、そういうことでございまして、みんな、今日の出演者に一応出て並んでいただいてですね、最後に、おめでたいですので、テイソンさんにですね、今年の抱負を喋っていただいて、手締めをしていただこうかなと思うわけでございますけれどもね、まあ、これでまた本当に、先ほども言いましたけれども、曲を決めて、4曲決めて、お手紙出しますんで、食べずに、読まずに食べないようにして難しいですね。いや本当に、じゃあそれでは柴田テイソンさんに喋っていただいて、今これだけ歌っていただきましたけど、喋っていただいて手締めの方に行っていただきたいと思います。一つ恒例でございます、柴田テイソンでございます。まあ、今年も皆さん、はい、兄さんがこの虎色の髪を染めましてですね気合十分でこの3日を収めさせていただきました。兄さんますます頑張っていただかないと私も困りますので、まあ、この気合を見ていただきまして今年1年楽しみにしていただければと思います。それでは皆様、皆様方のいやさかと兄さんと長唄の代わりのいやさかを記念いたしまして、いやさかって何それが皆様栄えますよね。はい、いやさかを記念いたしまして、3本締めでよろしいですか。はい、それではお手を拝借いたしたいと思います。それでは皆様お手を拝借よー